ははい、えー、皆さんこんこににちは2日目に入ります今日はちょっと、えー、1日目と変わりましてね実際の本番のテストで聞こえてくる最初の、えー、やり方のディレクションというんですけどその説明を聞いてその後に問題をやっていきましょうね、えー、もちろん復習ですから1と2ですピンポンパンしっかりこれを聞いて、えー、答えを出す練習ですねそれではいきますよ

それで別々になっているあのアンサーシートですね。回答用紙に、えー、マークすることになりますよ。ここ大事ですね。あなたの,そのテストブックに書き込みをしてはいけませんよ。これ注意されますよ。パート 1:Directions。Part one のやり方です。For each それぞれのですね問題の写真を見てくださいね。それに対しての、えー、説明文がなされますよ。だからその写真の中に見て一番あなたがですね最もあのちゃんと適切に説明しているというステイテメント、文章を1つ選ぶんですね。それをマークするんです。 分かりますよね。そしてそれを、えー、回答用紙の、えー、番号でマークしてください。そして、ステーテメント、言葉はですねその、印刷はされていませんよ、テストブックにはね。そして1回しか話されませんよ。 はいそこで例を見てくださいっていうのがあるんですけど例は省略してますこういう感じですじゃあ4つのステーティメントを聞いてみましょう A leaving the room. 彼らは部屋を出ようとしている B turning on the machine. 彼らは何か機械のスイッチを入れようとしている Turn on スイッチを入れる C. They're standing near the table.D. 彼らはテーブルの近くに立っている。<D. S 2> They're reading the newspaper. 新聞を読んでいる。今の4つの中でこの写真はテーブルの近くに立っているだったんですよね。Statement C. They're standing near the table.is the best description of the picture. だから一番いい説明になってますよね、C が。というようなことを言っているんです。So you should select answer C. だから C を選ぶべきですしそれで回答用紙の C をマークするわけですねというような内容になってたんですそれでは1番2番いってみましょうですけども皆さんもうすでに答え分かってますから、えー、一つ一つ聞いてピンポンパンのピンピンはヒーとかシーとかゼイなら小さいですよあの発音はねだからそれであここがおかしいここがおかしいというのを練習してくださいいきますね Now part one will begin. Number one Look at the picture marked number one in your test book. A They are looking at each other. B They're buying a computer. C They are all laughing. D They are reading some books. they're looking at each other ルックアットで見る、Each Other でお互い。ここが嘘ですよね。見るのは正しいけど。で、They're buying がコンピューターでも buying でダメですよね。買うだから。で、C は Laughing が笑うという意味なんですね。They're all laughing となってます。これはピンポンパンーになってないけども、あの2つしか強くないから、All laughing が両方強いから、ピンポンで終わってるけどね。They're reading some books はもちろん、reading と books が強い。そこが嘘ですよね。reading も books も嘘そういうわけでしたね。 number two look at the picture marked number two in your test book a the man is watching a movie b the man is filming the crowd c the man is taking a photograph d the man is carrying some equipment a not watching ここは違いますよねずっと見守ってないからムービーこれもダメですねで B のフィルミングでクラウドでフィルミングというのは撮影しているですから撮影してませんでクラウドは群衆です C は The man is taking a fat グラフ写真を撮ろうとしているまた撮っているこれは明らかに、えー、ですね違うとは言えないけど準備はしてますけどねだから三角でいいですで D が The man is carrying some equipment で丸になるわけですよねはいそれでは 行きましょう2日目のパート1問題ってください。3と4いいですか頑張ってください。ピンポンパンでやるんですよ。ピンポンパンのどこが強いかですよ。それでは実力でやってください。ここで先見ちゃダメですよ。はい。Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book.A. The man is washing his child.B. The man is driving his car. C. The man is holding the hose. D. The man is helping the waiter. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Her eyes have been checked. B. The gifts have been wrapped. C. The man has been handed a prize. D The packages have been posted はい答えはですね3番の方、えー、お父さんがね子供さんを抱えてなんか水をやってるやつね答えはね C ですよ4番はねこれ目隠ししてますよね答えは B ですよさあいってみましょうかまだ答え見ちゃダメですよ聞く力で No.3 Look at the picture marked No.3 in your test book A. The man is washing his child. 男、washing、正しいでしょ。で、his child で罰ですよね。子供を洗ってるわけじゃないもん。B. The man is driving his car.The man 正しいですよね。ドライビングでダメですよね。運転してないもん。his car は正しいかもしれない。はい。次です。C. The man is holding the hose. はい。 ホースのことを英語ではホホーーズとと、と。言います。ホースのこと管のここだから、えー、と馬の、h「horse」R s e、とは違うんです「h o s e なんです馬は「ホースです「ホース。これはホ「ホ o が入って「ホーズですこれに気をつけましょうねそうするとこれが答えです男の人がホースを握っているという意味ですからホールドだから子供もも握ってるけどもね D The man is helping the waiter. これはね、男の人は正しい。helping も正しい。でも手伝っているのはウェ i ターさんじゃなくて彼の子供でしょ。子供さんを手伝ってるでしょ。はい、だから C が答えですね。はい、じゃあ4番行きましょう。Number four. Look at the picture marked number four in your test book. A Her eyes have been はいこれで「Have Been」が出てきたでしょ「Have Been」これ気をつけないといけません「Have Been」というのは過去から今までずっとということですよねなぜかというと現在完了だから現在完了というのは過去のある明示された過去から現在今のとこまでに橋があるんですその橋の間で起こったことそれを説明するのが現在完了なんですだからこれはね彼女の目がチェックされているということはチェックされて いるから今チェックは済んでるわけだけども要するにチェックされたと訳してもいいけどチェックされているというふうに訳してもいいんです要するに検査を受けているということです B。これは贈り物がね、ラップラッピングされているということです過去から今までずっとされていてそこに置かれているという意味ですだからこれが答えになります C. The man has been handed a prize ここは気をつけないといけません マンが has b ビーンってなってるから、ハンディってなってるから、B 同士の後に EDK が来てるから、それは受け身でしょ。プライズは商品です商品をもらっている、またはもらったと訳してもいいです。現在完了ですから。そうじゃないですよね。もし言うなら、女の人が商品をもらっているのかもしれないけれども、だめですね。D. The packages have been posted.、はい パッケージというのは、えー、小包包みが2つ以上あるわけですね。で、はっぴーだから、かっこら今までですけど、ずっとでもいいですし、されたところであれでもいいです。現在完了ならね。で、ポストというのは、郵便で送るという意味のポスト、ポストのことです。もちろんあの、ポスターのように掲示をするという動詞もありますから、いずれにしてもダメでしょ。というわけで、まあ、答えがですね、B になるわけですね。はい、それでは次のページをスクロールして、 見てみましょう。一緒にこれを読んで完璧に自分のものにしてみましょうね。<Number three. S 1> 見てください。一緒に読みますね。必ずいい発音を心がけてください。例えば、「the」はベルの先をちょっとかむ。「t h man」じゃなくて「man」。後への中間の音を出す。そして、「washing」の種は蒸気の音だから唇を尖らかして強く言う。「washing」。 チャイルドの D を「お」と言わない。チャイルドと言わない。チャイルドで止める。A The man is washing his child. The man is washing his child man is ですね。言ってますか ?B The man is driving his car. The man is driving his car. ですね。ここで気をつけるところは Driving です。Driving は R を発音間違わない。ベロが下に落ちます。ドワわ、わ。ベロを下に落ちます,下ちますで。下口を噛む V だから。 少し driving. C. The man is holding the hose. D. The man is helping the waiter. The man is helping the waiter ですけど、ここで気をつけるところは、The waiter の The はもちろんベロをかむんだけど、ウェイターの ER です。これが私たち日本人は発音が悪いとよく言われます。ER はアーじゃないです。アーです。ベロを下に落としてアー 曖昧な曇った音を出さないといけません。ウォー、ウェイターじゃないです。ウェイトーウーです。水、ウォーターじゃなくてウ,ウォーターじゃなくてウォーターです。ウォー、ウーです。ね。ついでながらこのウェイターはウォーターと、ね、引っ掛けたんです。これを私はダブルサウンドトリックと言ったりします。音が似てるもののトリックをかけるというパターンですよね。それじゃあ4番も見,見ながらいきますよ。Number4 はい、ここで、えー、気をつけるところはですね、は e e n に気をつける、ずっとという意味ですから、have の部は支度ピルをかみますけどね、have been となります。そうすると、その次の B があまりあのバビブ用の B が聞こえなくなるけど関係ありません、は e ぃんでいいです。 えー、それで、チェックとですけど、D を残したらダメ。チェックどじゃない。チェックトでも、チェックとでもない。と<ゥ>。Is have been checked. 歯切りよくね。B. The gifts have been wrapped. はい。これは、w rap だけ気をつけるといいでしょう。w rap は W ですけど、その次の発音が R だから、う、うという発音ならできません。う wrapped。うの口をして、ベロを下へ落としてください。wrapped。ね。wrapped。 C. The man has been handed a prize.The man has been handed a prize. で、handed に気をつけないといけませんよね。hand は手渡すという動詞ですから、受け身で手渡されているところだけど、ED をドとよって発音をドと言わないように。handed a prize.Prize も R だから L でないので、Pri to 発音しないといけません。D. The packages have been posted.The packages have been posted. これで気をつけるところは、 えー、ポウステッドですよねこれ日本語だったらポストって言うけど違いますおがおうとなりますポウスティッド、ね、ポーステッドですはいそれで大丈夫でしょうそれではですねパート2の今度は復習です11 12 13 14 15 16が出てますねそこで皆さんは ABC でチェックをするんですよいいですね自分でやってください行きますねそれじゃあいつものようにじゃなくって今日の <laughs> やり方なんですけども えー、本番の時の、えー、ディレクションを聞いてみましょうね。それから自分でやってくださいねはい皆さんは耳にしますよ質問とかまたは何かの意見を述べている文章で、はい、もちろん英語でねテストブックにはプリントされてませんよ And will be spoken only one time. Select the best question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Or and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. B, For example, you will hear. Where is the meeting room? あなたは、ミーティングルームはどこかっていう、ね、質問を聞きますね。You will also hear 次に、A、と meet the new director, meet the director。To meet the director B、It's the first room on the right.C、はい、えー、<C. S 2> Yes, at two 2 o'clock。はいはい、2時です。2時にです。 The best response to the question, where is the meeting room? Is choice B? It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. Now let us begin with question number 11. Number 11. What's wrong with Karen? A. No, she isn't. B. It was a wrong number. C. She has a headache. Number 12. Is Dr. Grant in his office or the clinic? A. Let me ask the receptionist. B. Yes, he is in the clinic. C. There's enough room in his office. Number 13. Do you mind breaking for lunch? A. It's delicious. B. Not at all. C. Yes, you are. Number 14. Are you ready to start? A. As soon as everyone sits down. B. The movie started at 7. C. I've already been there. Number 15. Weren't you wearing your seatbelt? A. It is too fast. B. Yes, I was. C. No, thank you. Number sixteen i'm here to see mr bryant a i can't see it anywhere b he'll be with you shortly c she's available all day c a b a jugo b じゃあ最初からちょっと行ってみましょうね <Number 11. S 3> 答え見ちゃダメですよもう一回やってることだから必ずリスニングでしてくださいね「カレンどうしたの?」ていう意味でしたね「wrong with」「wrong が間違ってる」悪いって意味だから A「no she isn't」疑問文 Wh の疑問文に「no」では答えられませんね「ブー。B It was a wrong number. ロングというのが使われているけど同じ単語が2回出てきているからこれは絶対ダブルサウンドトリックですね。はい、間違い電話でしたよっていう決まり文句ですからダメです。C、彼女は頭痛を持っているということは頭が痛いんだ。だからロングなんです。だから C ですね。はい、12番いきますよ。Number 12、IsDr.Grant in his office or the clinic? はい、A or B が聞こえましたねグラントさんはオフィスにいるかクリニックにいるかということですどちらかの選択です A Let me ask the これが答えですねなぜかというと,、えー、と受付さんに聞いてみましょう聞かせてくださいとたら聞いてみましょうという言い方の健常のねヘリクだった言い方ですこれがなぜ答えになるかそれは無責任アンサーシリーズでしたよね自分はわからない「I don't know」のイメージでしょこれ I don't know!Let me ask the reception」ってことでしょ だから、I don't know の感覚になるやつがあったら、それが絶対答えですよ、これ難しいです。A orB の質問に Yes では、No では答えられませんね、B です。C、これはですね、ルームというのに気をつけないといけません。ルームというのは、enough フ o ームなら十分なスペースという意味です。部屋という意味なら、あとかざとか複数にならないといけないですからね。 全然検討違いなんですでも分からなかったら三角にするしかありませんねはいこの問題は難しいですよなぜかっていうと「無責任アンサー」が出てきました「I don't know」の後に来るものが答えになってるでしょはい次13番いきます No.13 普通、単純な疑問文なんですけど、マインドイング系になっていることに気をつけないといけませんよね。マインドは気にする、構うという動詞ですから、構わないんだったら、ノーと言わないといけません。構うんだったら、嫌だったら、あんたはイエスと言ってくださいよ。普通、コミュニケーションの重視する会話の問題でですね、イエスはほとんど出ません。イエスと言ったら、相手に対してねあの、嫌だよっていう意味だから、出ませんよ。そうすると、昼食のブレイキング、構いませんっていうことですね。 急速とっても A. It's delicious. おいしいという意味ですから。これはね、How do you like it? どうですか ?Oh, it's delicious でしょ ?B. Not at all. これです。No は普通省略されます。Not at all で全然そんな気にしないよって意味でいい言い方です。Go ahead という人もいますよ。うん、言ったら、やったらっていう言い方です。まあ上の人が言う言い方ですけどね。C.Yes, you are. Yes, you are i k ないでしょう。もし Yes と言うなら Yes, I do でしょう。はい、気にしますよ。嫌ですよでしょう。ね、No.14: <Number> 準備いいですかスタートするという意味です。Be ready to. 何々の準備はできていますかという意味です。A:As soon as everyone sits down. これ答えなななんですなぜならば Yes、とかね、Well とかが省略されています。そうですね、みんなが席についたらですねっていう意味は、やりますよっていうこと,ですよ as as down, のことですよ。難しいですね。だからこういう時はすぐね、わからなかったら三角です。で違った時バ×ですよ。わからないのは×にしちゃだめですよ。三角ですよ。次いきますよ。 The movie started at 7. アットセブンに始まるんだから一応「保えとか「ファッタイム」の質問と思ってください私はすでにそこに行ってきました行ったことがあるという現在完了ですからまたマまとはずれです今から始めるかどうかの答えでだからこれは A なんですけども C もわからないから三角でしょうねだから初級者の人は A と C で迷うと思いますよ、ね、まあそれは乗り越えることですね次です Number w e r e n t you wearing your seat belt? ワンとか聞こえましたかアンチュー、カンチュー、イズンッッッッ、ディズンッ、ディズンッ、ヒーとか、んント、ウってくるやつはあの、否定の疑問文って言って、ではありませんかというのが日本語の訳ですけど、それはダメですよ。山根では。ねだよね、ですよね、というふうに反応しなさいよ。例えば前やったじゃないですか。僕がこう聞いたときあなたはすぐ答えられますか You hungry? 日本語に直したら「あなたはお腹空いていませんか?」になりますけどそういうふうに考えたらダメですよ。「お腹空いてるんだよね?」と解釈してください。いきますよ。You hungry?「アンチゅうハングリー?」なすぐ「Yes, I am」とか「No?」って出るでしょ。これが私が言うだよね構文です。だからこれは「ウェアリングしていたよねシートベルトを」っていうふうに聞かれたんです。Hey. It is too fast. それはきつすぎるとか早すぎるでしたねファストにはきついという意味もありますから B これでしょはいしていましたでしょこれが日本語だといいえしていましたとや訳してしまうことになりますよだから気をつけてください C これは人に何かをですね提供されたりした時にいやいや結構ですという断る言い方ですよねはい16番 S Number、16. s I'm here to see Mr. Bryant.A.I can't see it anywhere. これね、疑問文になってないでしょう。I'm here to see Mr. Bryant。Bryant さんに会いにここに来ています。で、この B 同士のアムはですね、存在を表すから私はここにいるという意味ですけど、日本語的にはですね、来てますとかね、来ましたとかいうふうに解釈してください。I'm here to see Mr. Bryant あ、ね。あ、ここにいるんですけどね。 ブライアントさんに会うためにねっていう意味だけども、ブライアントさんに会いに来ましたっていう感じです。そうするとその答えはないですよね。B。He'll be with you shortly。あ、ごめんなさい。I can't see see anymore のこと言うのを忘れてました。私はそれはどこにも見えませんって言ってますから、まずそれでおかしいですよね。Mr. ブライアントだから。C。She's available all day。はい。これで、He'll be with you shortly が答えでしたね。まもなく。 すぐにショートリーすぐにというふうに訳します、えー。一緒になりますということは来ますということでこれは答えです。で C のね、シジョベラブオールデイは彼女は一日中終日都合がつきます。体が空いていますという意味ですけど答えじゃないけどもアベレーブルはよく出ますよ。はいそれではですねいよいよ、えー、皆さんの実力でやってもらいましょうね。多分ねこれあのスクリーンを見ながらやってると思いますから。 前に自分で紙かプリントを置いいてくださいそしてね17から12 12までをね「ABC」「ABC」って書いてごらんなさい。それでないとあの私が答えを言う時に覚えてられないでしょスクリーンだけだったら。まあ覚えてられる人はいいですよ。いいですけども一応ね、まあ、勉強やるぞっていう気持ちでなんかこうノートかなんか出して書いてみてくださいよ。いいですか17、22まで ABC ABC ABC、ABC、ABC いい Number seventeen I need to fill in this section, don't i? A Yes, I work in the sales section b only if you are married c no thanks I'm full Number eighteen Why didn't you use your slides? A. My presentation went very well. B. That sounds like a good idea. C. There wasn't a projector. Number 19. Can you make it to the meeting? A. As long as my flight is on time. B. I'll take it to the office. C. I can make the handouts. Number 20. How long did it take to finish the project? A. It took about two weeks. B. The projector was 30 inches long. C. We'll need eight people. Number 21. Did you find our office okay? A. I lost it a few years ago. B. No, it's not in the office. C. Yes, the map was great. Number 22.: How soon is the train arriving? A.: In a few minutes. B.: The northbound line. C. Very well trained. Hi seventeen B. 18C 19A 20A 21C 22A ですよどうでしたかどうでしたそれじゃあですね一つ一つ聞いてみましょうねまだ見ちゃう答え見ちゃダメですよいいですか I? この欄セクションは欄ですこの欄に書き込む必要があるんだよね やってくださいこれは落とし穴ですなぜならばだよねって聞かれたら Yes と No で答えるのは普通だから慌てる人は A にします。でもダメです。なぜかっていうと SalesSection っていうのは営業部。ね。Section っていうのは小さな「か」とかねあの区切られたもののことを言うんですけど、まあ部とか「か」です。だから営業部。 で働いていてますということだからあなたは営業部で働いていますかとか営業課で働いていますかの、ね「Do you work in?、ね」section の答えだから違うんです「Yes」の後が違います。もしあなたが結婚している場合にのみですけどっていう意味でこれが答えです。だから「Yes! ね。you have to feel in this section only if you are married」の省略だから。 <C> no, いや結構です先ほどやりましたね人に物を勧められた時 full. お腹いっぱいですこの問題でね気をつけるところはですねいいですか答えを初めから見つけようとしちゃダメですよダメなものを探しなさい少なくともこれダメなものは C だけはかるんじゃないですか A はイエスがあるからわからないとしても だったら初級者の人は A と B のどっちかなんだけどなどちらがふさわしいかなだけでもあとはしょうがないです確率5割にかけるんですで今回のこの問題集の文の,あのパート2はですね引っかかりそうな問題を中心に出してますから本番はもっと優しいですから気にしないで大丈夫です優しいです 5W1H は 5W1H の答えが素直に出るのがたくさんありますいいですねははい、だから17文は結局ダヨネ構文なんで Yes, no、で答えることが多いんだけどもねここは逆,逆に逆手を取って B が答えなんですねはい18番いきますよなぜあなたは Your Slide を使わなかったのかという意味です Why you use your この場合の「Didn't You」はね深疑問文ではありませんよあの深疑問文じゃない 否定疑問文、ダネ文じゃないですよ。疑問詞がついてるからこれはそのまま素直にしなかったのかって聞いてください何で使わなかったのかだいたい、そしたら「Because」が普通来るでしょでも Because をわざと省略されることもあるから気をつけてください A.Because?、Well. おかしいでしょ私のプレゼンがとてもうまくいったから使わなかったおかしいでしょ普通は使ったからうまくいったじゃないですか B. それっていい考えですね。これもおかしいでしょ ?C. There wasn't a projector. なぜならばプロジェクターがなかったんです。だからスライドが使えなかったで来るでしょだから C が答えです。ね、というわけで A と B が分からなかったらしょうがないですからこの問題は難しいわけですね。三角三角三角になるからちょっと難しいですよね。はい、上9番。 これはね、make to というのがね、間に合わせる、うまくいくというね、決まりなんですよ。だからそれを間に合わせるの、それは状況を指してるわけだから訳さなくていいんですよ。で、えー、会合に間に合うことができるかなっていう意味なんです。A、As long as my flight is on time。で、これが答えになる理由は、アズ・ドンガーズは何々する限り、もし何々だったらねっていう意味です。 フライトっていうのは飛行機の便がオンタイムだったらねっていう意味です。As long as my flight is on time 時間通りだったらねっていう意味になるわけです。だからこれが答えなんだけども、Yes がちょっと省略されてるからね分かりにくいでしょ。そういうことなんですね。B I'll take it to the office 私はそれをオフィスに持っていきますよっていうのがおかしいでしょこれ。Can you make it だから。C I can make the handouts メイクがダブってますよね。 あの提出、提出じゃない、配り物。だから、ハンドで手で、アウト、外で出すから、手で持って出す、すなわち、配り物のことだけども、普通私たち、プリントっていう、プリントを作ることができますよっていうんで、メイクがダブってますね。これも難しいです。できますか、間に合いますか、だから、イエーイス、ね、as long as my flight is on time と言いたいとこなんです。先ほどもありましたでしょ。as far as とか as long as。 19番も難しいですから×罰を出すようにしてくださいねこれは簡単です o w t h の「Howlong」ですから「howlong」と言っても2つ意味がから気をつけてくださいここだったら「take」だから「かかる」だからこの「long」は時間的な長さねだからそのプロジェクトをフィニッシュするのにどのぐらい時間がかかったかだからこれ答え簡単です A. It took about two weeks.2 週間かかりました。Take が took になっていることだけ気がつけば絶対誰でもできます。A が答えです。B. The projector was 30 inches long. その投影機、プロジェクターは長さが30インチですって言うんだけど、この場合は How long のロングを長さと取ったから違うわけ。長さだったら How long is なんとかって言いますよ。Take は使えませんよ。C. We'll need eight people. はい。 これ気をつけてください。w e l l need eight people って言ったら8人が必要っていう意味でしょ。まずですね、TOIC、e、の場合、数字が答えになってたらね、その質問は数えられるものは絶対 How many ですよ。数えられないお金とかだったら How much ですよ。だから How many people do you need の答えと思ってください。これ、これからも出ますよ。気をつけてくださいね。はい。No.21 うまく見つかったうちの事務所。って言って、事務所に来た人に、ね、言ってるわけね。その事務所がね、分かりにくいところあるというわけよね。見つかったうまくっていう意味で聞いてもます。Did you find our office?OK?A.I lost it a few years ago.I lost it でなんとなくこれに答え、私はそれを見失った、失ったでいいような気がするでしょ。でもなくしたっていうことですよね、lost だから。で、 二三年前になくしたんじゃおかしいでしょ、ね、すなわちこれし物と同じ引っ掛けてるわけです B No, it's not in the office、はい、いいえ、それはオフィスの中にはありませんという意味ですけど Did you find our office ok? だからオフィスを見つけたかどうかなのに It ってなってるのがおかしいですよね、はい、C Yes, the map was great だから、イエスの後には、yes I did が省略されてるでしょ。うん、わかったよ。yes I did.The map i s great. 地図がものすごい良かったからっていうわけですよ。ちょっとひねってるでしょ。ね。はい。<coughs> 気をつけてくださいね。Did you find だから B の no, it's not なんていう it is で答えることは絶対出ませんからね。no って言ったら no, I didn't しか出ないでしょ。だからそこはパッと間違いを見抜いてくださいよ。 Number これよく出まますねに気をつけけないといとせんどのくらいの時間の、まあ、短さのような意味ですからどのくらいでという意味は How long じゃないんですどのくらいかかるかの意味じゃないんですどのくらい、ね、トレーニングトレーニングだったらトレーはアライビングするかということはどのくらいしたらだから時間的なですね10分したらか20分したらか っていうこととを聞くきのなんですすんなでで速やかにという意味ですどのくらい速やかに列車は到,到着するだろうかという意味がどのくらいで列車は到着するだろうかという意味なんです。だから答えはそれが分かればすぐ簡単です。A:2 <A>.、3>, 3分の中にとは2、3分したらと訳します。in は未来を表すときに使います。何々したらです。中ではありません。B:The Northbound Line まあ北回り線でですすという意味ですねあの北方回り南方回りとかあるでしょ南回っていく北回っていくそのバウンドっていうのはそういう意味です行くという意味です北行きラインですということですとてもよくトレインドされているでこれでトレインがダブってるでしょトレインは、えー、質問のトレインは列車だけどこの C のトレインは訓練室のトレーニングセンターのトレインでしょ Very well、trained でしょ。これがダブルサウンドトリックです。ねはい、ですから答えは A です。すん覚えてくださいよ。どのぐらい速やかにとはどのぐらいしたらという意味ですよ。はい。これで22番までが終わりましたね。それでは回答を見ましょう。そして、えー、自分で一緒に読みながらパート2は終わりますからね。No.16 <Number> I'm here to see Mr. Bryant. 今16を出しましたね。ごめんなさい。17を出します。Number 17。はい。I need to fill in this section, don't I?I need to fill in this section, don't I? 自分で聞き取れなかったところにマークですけどもね、まあ。心の中でマークです。スクリーンだから。ちょっとマークできませんけど。A.Yes, I work in the sales section.B. セクション違いですよ B. Only if you are married Marry a Kekonstru thanks, I'm full. Full Number eighteen Why didn't you use your slide? Didn't you A My presentation went very well. B は聞こえるという意味ですいい考えのように聞こえるねっていうことはいい考えだねって相手の言ったことに対して言う決まり文句みたいなもんです C There wasn't a projector だから C ですよね答えは n Can you make it to the meeting?Make it to これ気をつけましょうね何々に間に合うという意味ですからはい Make it というのがですね 何〇をうまくやるっていう時によく使う言葉ですね。うまくできた Did you make it? と言えます A. As long as my flight is on time As long as に気をつけてください何〇する限りではという意味です If に近いです On time は時間にぴったりの上だから間に合うと,あと時間通りです間に合うは in ですごめんなさい in time が間に合って on は時間ぴったし on だから乗ってるから B I'll take it to the office C. I can make the handouts. Handouts Number 20. How long did it take to finish the project? Take cost How much did it cost? A. It took about 2 weeks. B. The projector was 30 inches long c. we'll need eight people. number 21. did you find our office okay? a. i lost it a few years ago. b. no, it's not in the office. c. yes, the map was great. よしなっちゃった、lose no cockades。あとは、問題ない。C がなかなか答えならいいですよね。Yes, I did! The map was great! と言う感じですからね。<Number> 22。How soon is the train arriving?A. In a few minutes.B. The northbound line.C. Very well trained. In a few というのが23分したらという意味ですはいそれでは、えー、と22番までが勉強終わりましたねそれではね、えー、と今度はパート3ですねはいいきますよはいいつものように最初はディレクションを聞いてみましょういつものようにっておかしいけども、えー、今日やってるのはいつものようにですパート 3DirectionsYou will hear some conversations between two people 二人の人々の間での会話を聞くことになります。三つ質問が、ね、ええっと、質問がされますから、三つ答えがあるんですね。それぞれの会話で、何をどんなことを言ってるかということに関してね。一番ふさわしいのを選んでくださいね、それぞれの。ええ、質問に対して。A. B. C. O. D.。 公約しませんね。わかりますね。会話は印刷されてませんよ。で、一回だけですよ。聞けるのは。これを聞いてね、えーと、本番の時には、いいですか。ABCD を先読みにして、そして狙いを定めるんですよ。 今日の練習はですね、そうじゃなくって会話を上達するための練習です。聞こえたらね、あの質問されたらそれに対して答える練習です。ですから、えー、っとスクリーンに映ってるのは41から46のその答えが映ってますよね。できるだけ見ないで言ってごらんなさい。苦しかったらチラッと見てカンニングして言ってもいいです。いいですね。それだけです。 Then our new receptionist starts on Monday, but I'm going to headquarters that day. So can you help her settle in? Of course. Shall I show her how to use the phone system? No, she's actually a transfer from the Brunswick branch and we all use the same system. But could you familiarize her with the visitor security system we use here? No problem. I'll take her through the ID card process first thing. Okay. Number 41. Who will the man have to help on Monday? Hi. He will have to help the new receptionist. Number 42. Taske. Why can't the woman help her? Because she is going to headquarters. She has to go to the main office. Number 43. What will the man show her? He will show her the ID card process. ID right, Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Jack, sorry to call you on your day off, but I have a question about the Jarvis order. It's okay. I was just taking a break from painting the kid's bedroom. The guy from Jarvis just called to say that they ordered 1,000 units but only received 500. They sent their order in late, so we didn't have time to fill it. I already spoke to Greg Haynes, the production manager, and told him that we would send 500 now and the rest next week. Please talk to Greg. Number 44. Why is the man not working today? Because he is taking a day off and painting his kid's bedroom and doing a house. Number 45. Chores what is the problem with the order? The problem, is the problem is that the rest 500 units have not sent out yet. number 46. what will the woman most likely do next? she will most likely talk to greg. the production manager. so you これにですね、こんなことを付け加えるんですよ。Well, it's a little difficult question とか言ってん、それちょっと難しい質問だけど、ば、ね、っとかやって、で、自分で答えを言うわけですよ。だから、お、oh,、ジ a ストモメントとか言ったり入れたりして、要するに一人芝居をやるんですよ。それがね、英語好きになるコツですよ。それを練習することですよね。それではね、大体全体の役をもう一回言ってみますね。 よく聞いてください。でないようとらえるんです。私が後で簡単な役を言いますから。Ben, our new receptionist starts on Monday.Ben, うちのね、新しい <laughs> 受付さんがね、月曜から仕事始めよ。But I'm going to headquarters that day。でもね、私その日はね、本社に行くのよ。So can you help her settle in? だから彼女がね、 まあ、慣れるためにね、setle in っていうような腰を落ち着けるということですけども、まあ、慣れるでいいです。手助けしてくれるもちろんいいですよ。shall I? だから何々いたしましょうかって、相手が目上の人だから非常に丁寧な言い方をしてるけど、アメリカン・イングリッシュでやったら、do you want me to show h e r d o you want to me? ね、want me show to h e r d o you want me? ね、to show h e r っていう形が普通でしょうけどね。はい。 フォンシステムのね、使い方を教えましょうかね。No, いえいえ、彼女実はね、ブランズウィック支社からのね、転勤組みを、トランスファー、移ってきてる人よ。でね、私たちみんな同じシステムを使ってるからさ。ここ難しいよね。<laughs> ファミリアライズ A with her、または B、ファミリア、B、フ えとファミリア・ウィズという言い方でファミリーで覚えなさいと言ったやファミリーって家族じゃん家族って一番親しい間じゃんだからファミリアというのは親しいって意味なよ。だからファミリア・ライズは親しくさせるなんやそれをしっかり覚えておくばいいよだから何とかのシステムに親しくさせるということはよく知らせる熟知させるちゃんと教え込むことになるわけよだからくじゅってなってるからしてくださる彼女にしっかり教えてくださるビジタルセキュリティのシステムを だからどういうことかというとセキュリティだから、まあ、安全をかあの保障するためのシステムのことは警備システムのことよねここで使ってそれを教えてくれるって言ったわけよ、no、もちろん問題ないよあ o、no、problem ね彼女を、えー、と通り抜けて連れて行こうということは経験させることです take her through で経験させる ID カードのプロセスで最後のファスティング アメリカの英語の決まり文句は、ファスティングと言います。最初のものじゃなくて、始めにということです。まず始めにということです。はい、それでは質問を答えてみてください。41. Who will the man have to help on Monday? Well, he will have to help the new receptionist.42.Why can't the woman help her? Because she has to, she's going to headquarters that day. number 43. what will the man show her? Hey, was, uh, he will show her the id card process. Yes, yes, yes. Hey, questions, okay. questions 44 through 46 refer to the following conversation. ジャック、ごめんなさい。電話して、あなたのお,お休みの時に、デイオフは休みですよ。デイオフワークの音だから。But I have a question about the Jarvis order。この時のバットはね、ソーリーのバットだから訳さないんです。悪いけどのけどになるんです。質問があるの、ジャービスっていうお店の、まあ、注文の。It's okay. I was just taking a break from painting the kid's bedroom.OK、okay、というのは大丈夫だよ。いいよっていう意味です。 素晴らしいという意味ッ OK じゃないです。ああ、いいよ。ただ、今、休み取ってんだからさ。ね、ケイツのベッドルームのペインティングで、ペインティングから休みを取ってる。The guy from Jarvis just called to say that they ordered 1,000 units。The guy というのは別に訳さなくてもいいんです。男だけども。人でいいです。ジャービスの人がね、電話してきたとこなのよ。ただ、ざ、えっ、ー、といいかというために。どんなことかというと、they ordered 1,000 units。 1000個注文したけども500しか受け取らんかったって言って。ね、いや注文が遅かったんだよ。遅く出したんだよ。で。So、だからね、それを満たす時間が十分になかった。応じる時間が。フィルは満たす。だから応じるでいい。もうね、Greg Haynes には、ね、話したよ。<Production Manager. S 1> ほら、生産部長のさ。 and the rest next week please talk to greg まあ、number forty four why is the man not working today because he's taking a deal off and uh painting his kid's bedroom number forty five hmm. what is the problem with the order the problem is that The rest 500 units have not、ね uh, sent out yet.Number 46.What will the woman most likely do next? ちょっと待ってね。The problem is that the rest 500 units have not sent out yet ってなってるけどね。そこはね、これ間違ってるわね。そこね、ちょっと待ってね。直しておきましょう。Bean がいる。Have not なってね。Have not been だ。なぜかというと、残りの、えー、と500単位だけど、500個。 が、あの、送られてないんだから。受け身だから。私、瓶忘れてる。では、行ってみましょう。The problem is, いいですか、uh, That the rest fiber units have not been sent out yet. です先ほど待ちってますね。それ気をつけましょうね。はい。では、その次ね。46番いきましょう questions forty seven through forty nine refer to the following conversation。これはもうね次ですね。はい、四十六番は she was most likely t a l k to Greg でしたよね。これなぜなぜかというと、えっ、ー、と四十六番の場合はね、えっ、ー、と what will the man woman most likely do next だから、当然グレッグさんに話をせんにゃや意見ということでしたよね。はい、それではね新しいところに行きましょう。四十七番からですね。 はいみなさんね私が、えー、と出す間にですねあのそこをですね読んどいてくださいなぜかというとここでねあの決まり文句があるんですよあの47からね49の間に8秒8秒8秒があるんですよだからここで3波204で24秒あるので私が今から、えー、と CD を47からにセットしますからそれまでに読んどいてください24秒ありますよいいですか それでは今10秒ぐらい経ったとしましょう。読んでいいてください。どんどん。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24となってすぐやるわけです。でもね、今はまだまだ2日目だから、なかなかそんなにすぐにはいきませんね。こういうふうに見てください。47番見てください。問題文だけですよ。回答じゃないですよ。Who most likely answered the telephone ってなってるでしょ。 これは私はレベル1と言いましたよね。なぜならば 3w1h はレベル1ですよ。電話に出たのは多分誰だろうかという意味ですよ。だから電話に出た人だから電話を受け取った人をちゃんと聞かないといけません。それはジョーンズさん自身、次、ジョーンズさんの個人的な補佐の人、助手の人、C、ミスター・ウィンストンさん、彼自身で、ミスター・ウィンストンさんの息子さんというのが47番です。だからあなたは ここを待つんです。ジョーンズというところの辺と、ウィンストンというところの、あと、ヒムセルフかアシスタントか参加っていうところを待つわけです。これ簡単です。48番はちょっと難しいです。Why is the woman canceling her appointment? 女の人がキャンセルするわけですよ。中止。やめようっていうわけですよ。ア,アポ。アポっていうのは、その日時を決めて会う約束のことですよ。だから、マイナスイメージを待たないといけないんですよ。 ね、女の人のマイナスイメージこれがちょっと後に出てくるからちょっと分かりにくいんですけどね A は彼女は出張に行く B は、uh, トラフィック、ね、にスタックはまり込んでいるすなわち渋滞にかかっている状態。うことスタックっていうのはね身動きできなくなることですで次は She no longer needs it で No longer is s i t ってこださい。これ福祉でねもはや何々ないという意味です彼女はもはやそれを必要としていないで D は She overslept 彼女は寝過ごした。だからビジネストリップかトラフィックか、まあ、neasit。何を必要としてるかわからないけども。overslept。寝過ごしたかということに注目しないといけないんです。女の人のセリフでね。で、49番。これはまあレ、レベル2ですね、両方でも。49の方が優しいと思います。なぜなら、保縁だから。When would the woman prefer to reschedule? r <laughs> e リスケジュールは予定を変えるということです。女性はいつ、 ねえあのにレスケジュールしたいかプリファー r 何何したい変更したいか今日の午後か Tuesday の朝か Wednesday の午後か sometime on t h u r s d a y ー on Friday か木曜または金曜日の、まあ、ある時いつでもいいということということなんですねそれを聞くわけですそれでね それが済んだらね、すぐその次のやつに入らんといけないでしょ。2つずつやってる。だから50、51、52をね、えっ、ー、と外人っていうか、ね、ネイティブがですね、質問を仕掛けてきたら、あなたはその質問を聞かないで50、51、52をもう24秒、8秒、8秒、8秒で読まないといけないんですよ。50番はね、Why is the man going out? です。男はなぜ出かけようとしているか、その男性は。 だから最初の男性のセリフでね、俺たちは何々するんだよとか、俺は何々するんだよ。ね。だけどその何々は出かけるわけだから、どこに行こうというのか、何をしに行こうというのかをしっかり聞くんですよ。それはね、マネージャーズ・ラースデー、誕生日、あの上司の。B、友達が結婚する。C、コリグ。これよく出ますね、コリグ。コリーグというのは同僚。 会社の友達の同僚がプロモーション昇進をした位が上がったこと課長になったとか His have wife is going to have a baby. <laughs> 彼の奥さんが赤ちゃんを産む、ね、赤ちゃんが産まれる <laughs> ということですだから Birthday か Married か Promotion か Baby かそのあたりを聞いとけばできますレベル2ですけどね同じ内容がちょっとあの 変わっった言いいい方になってますすけど同じ内容を探せばいいです51番誰でもできますなぜならば「フェア」だから「3W1H」だから「Where will the party start」「パーティーはどこで始まるのか」「オフィスか」「バーか」「レストランか」「His Home か」「誰でもできます」「52番」「女性は次には何をしそうですか」これはね引っ掛けがある優しいようで <laughs> ただ女性の最後のセリフを聞いてください そしたらね、A はね <laughs> ロケーションのパーティーパーティーのある場所、ね、お店について電話をするどこであるのかなっていうことで電話をする B コンプリート書き込むドキュメンツ e is writing。完成させるごめんなさい彼女が書いてる書類を完成させるコンプリートさせる Go out to eat with a couple of her colleagues 彼女の同僚の23人とともに外食に出かける えっとその次は「see her boss」「ボスに会う」「about some problems with a report」「リポートに関しての問題があるから上役に会う」どれかっていうんですけど文章だから難しいですよねさっと見てやらなきゃいけないから皆さんはね文章を読みながら聞いたらもうできませんよそうでなくって24秒でも読んどいていいのそれで忘れてもいいいいから直接聞く時には聞きながらね文章じゃなくってキーワードだけを見る だけど A52 番はちょっと難しいです。なぜならば同じ内容が別の表現になってるから。ね。だから B は Complete。それから A は Call。C は Go out。D は C という何を次にするでしょうか。だからするという動作に注目したらいいわけ。そういうふうにしてやっていくわけです。これがね私が言うところのね、えー、とあの待ち伏せ攻撃法というんです。 ものすごく効果があります。え、こんなに自分できるようになっていいのかって思うぐらいに効果がありますよ。それでは24秒寄ったとしますよ。聞きながらチェックしていってください。いいですね。だから一応ね、スクリーンの前でノートかなんか出して47から、えっ、ー、と、何番 ?52 までのね、ABCD 書いてた方がいいよ。それでチェックする練習した方が。パッ、パッ、パッとチェックする練習した方がいいよ。 Eh? Questions forty-seven through forty-nine refer to the following conversation. Hello, Winston and Sons. Can I help you? Hello. This is Amy Waits from Dean and Company. I have an appointment with Mr. Jones at ten a.m., but something has come up, and I need to reschedule. Could I speak to him? Sorry, he's on another line at the moment, but I have his schedule here. How about Tuesday morning or Wednesday afternoon? Actually, later in the week would be better as I have to go out of town later today to deal with a labor dispute at one of our factories. I won't be back for a couple of days. Number 47. Who most likely answered the telephone? 50, 51, 8秒, 8秒, Number 48. Why is the woman canceling her appointment? Number 49. When would the woman prefer to reschedule? Questions 50 through 52 refer to the following conversation: did you hear that alex got that post in head office he was going after? a few of us are going out after work with him to celebrate. can you come? i have to finish off this report. my boss wants to see it first thing tomorrow. i should be finished by ten. where will you be then? we're going to that new thai restaurant near the office for a meal first. then we will probably go for a few drinks in the bar on the corner. do you know the one? yeah. Why don't I give you a call when I finish up here and see where you are number fifty why is the man going out number fifty one where will the party start number fifty two じゃあ答えだけ初めに言いますよ。どれだけできてるんですかね。まあ4つできてくれると嬉しいですけどね。これ難しいですからね。はい、47番 B48 番 A49 番は D で,す D です。難しいこれがね。50番が C51 番がね。これは優しいでしょう、ね。タイレストランでしたから C in a restaurant。 それからあとがバー、二次会がバーだから。で、52番が B です。complete the document she's writing。これ難しいですよね。これ難しいです。というとこですよ。それではね、聞きながら僕がですね、ここ、ここっていうとこ言い,いますから、ここで聞き取るのかっていうことを考えてくださいね。いきますよ。Questions 47 through 49 refer to the following conversation. はい、こちらウィンストンサンズ、ございます。ね、ご用件ははい、これでね、ここでわかると思うんですけど、男の人がね、ウィンストンサンズって言ったんだから、これは大体受付、または電話を取る役の人で、上の部長とか、ね、社長とかは絶対電話を取らないでしょ。そういうことはやめてくださいよ。 こちらエイミー・ウェイズと申します、ディーンカンパニーの。はい。ジョーンズさんと10時にお約束があるんですけど、でもちょっと何かがあの生じましてということはですね,ね、所要が生じましてとていうときに使う言葉です。I need to で、予定を変える必要があるんですよ。Could I speak to him? で、できますかって言うんですけど、あの女の人が言ってるのに、まだ何でって言わは言ってない所要だからね。 その次聞いてください。そこでだっと答えが出てくるんです。これでわかりますよね。<But> 申し訳ございません。彼は別の線、電話に出ていますってことです。あなたラインだから。あったモーメントはっ下のところです。ね、それだけその次聞いてください。I have his schedule here. でも、こちらに私、彼の予定表は持っておりますって言ってるから、これは絶対に B でしょ。ここで、ミスター・ジョーンズのパーソナルアシスタントっていうことが出てくるわけ まず A でないのは絶対分かりますよね。He's another line at the moment って言ってるから。そしたらもう B を選ぶ方がいいです。ウィンストンは関係ないもん。ね、ウィンストンっていうのは社長だから、afternoon? そしると男の人が言うわけよ、予定表を見ながら。どうですか、火曜の朝とか水曜の午後はっていうと、そこで初めて女性がね出てくるわけですよ、あの48番が。 これ、実はね、週末じゃなかった。ああの週の遅くだ。だから、木金だ。Later in the week ががよりいいでしょうね。って言ったわけ。というのが、今日ですね、今日遅く、町外に出なくちゃならないんですよ。出なくちゃならないんですよ。その次は to deal with a labor dispute、to deal with, 取り扱う、処置する、処理する。 レイバーディスピュート労働葬儀 <laughs> 難しいよね。だから分からなくてもいいですとにかく今日出かけなきゃいけないというわけ <laughs> うちの会社の,あの工場の一つでねって言ってるわけ23日は戻れないんですよって言ってるでしょだからこの人が Later in the week would be better って言ったところの Later in the week で木金と思うわけです土日は weekend だからダメじゃないですか だから48番は結局のところビジネス・トリップなんです。そして49番が今言ったように木曜か金曜ならいいという意味になるわけですねはいそれではねえっ、ー、と回答の方解答解説の方を見てみましょうねその次のページのとこ見てみましょうよねいきますよはい聞こえたらね一緒に聞こえたらね hello, winston & sons, can i help you? hello, winston & sons, can i help you? hello, this is amy waits from dean & company. hello, this is amy waits from dean & company. i have an appointment with mr. jones at 10 a.m. i have an appointment with mr. jones at 10 a.m. but something has come up and i need to reschedule. but something has come up and i need to reschedule. Could I speak to him? Could I speak to him? something has come up. なるほど、と思って記憶に留めてくださいね。Sorry, he's on another line at the moment. あ、ごめんなさい。Sorry, uh, he's on another line at the moment. But I have his schedule here. But I have his schedule here. How about Tuesday morning or Wednesday afternoon? いかがですか? How about? How about Tuesday morning or Wednesday afternoon? Actually, later in the week would be better. Actually, later in the week would be better. これは全く会話的用法ですよね。later in the week would be better. later in the would be better. later in the week would be better. later in the week would be better. Actually, later later today, As I have go out of town later today, de-gagged じゃならないんですよ。o deal, deal with a labor dispute at one of our factories. なこのように頭からそのまま英語のままつかめるように読む練習しなさい。それがパートセブンに役立ちます。I won't be back for a couple of days.I won't be, days. won be back for a couple of days となるわけですね。そうするとね、それに対してね、英語で答えていこうじゃないかっていうのが新しい試みでしょ。 So Number 47. Who most likely answered the telephone? Mr. Jones's assistants most likely answered the telephone. Number 48. Why is the woman canceling her appointment? Because she has to go out of town on business. Number 49.When would the woman prefer to reschedule?She would prefer to reschedule it late in the week.That is, on Thursday or Friday. ここはまずは回答は見ないように。いきますよ。なぜ男の人は出かけようとしているかということはあなたは男の人のセリフの中で行くというところ、どこか行くというところの前後に答えがあります。 聞いたかい、Alex がガチャポスト、職を得たんだって。In his head office, in head で本社で, he was going after で、彼が go a f t e 求めている、求めるという意味です。求めていたね職を得たんだ、聞いたかいって言ってるわけですよね。まだですよ、いくつ言ってないから。ここよ、僕たちのね二三人が出かけるのさ、ね仕事が終わって。 with him 彼と一緒にね祝うためにねって言ってるわけ a few of us are going out after work with him to celebrate can you come? くる i have to finish off this report i have to finish なのよ finish off っていうのはねもう最後までぴったりやることだから finish だけでもいいの off とか off とかつけるけどねこのレポートを仕上げなくちゃならないので仕上げるの上げるまでが off に入ってると思ってくれたね 上司がね明日の朝 First Thing Tomorrow だから明日第一にいの一番に見たがってるのよって言ってるわけフ i ースティン i n まで出たよ I should be finished by この「s h o l d はね「べき」じゃなくてね「まあはず」I should be finished by で「Finished」は ED がついてるけど B 同士がある時の「Finished」は形容詞終わっているという形容詞 私ははは時までには、ね、終わるはずよという意味だから本当なら I should finish it なんよね。だけど it がないっていうことは be finished って言ってるから終わるという言い方になってるけど受け身でなってるけどもこれは終わる状態を指すことがある I should be finished by ten。10時までには終わるはずだわ。Where will you be then? どこにいるその時は。Going to that new これでファーストに行くのはタイレストランってことわかるだろ

Do you know the one? どこにあるか君その、それ知ってる、yeah. why don't I give you a call when I finish up here and see where you are? ここが難しいわけよ。知ってるわ why don't I give you a call? これで引っかかるわけよ。why don't I? で何をするのはどうよ。じゃあ、あなたに電話するっていうのはどう when I finish up here。ここで私が仕上げたときにって言ってる。だから彼女は今から仕上げるんだよ。電話を。 するんじゃないわね仕上げてから電話するんじゃなえ。これ引っ掛け。and see where you are. そして、ね give you a call して、and see ね。ねチェックする。where you あなたがどこにいるかを知る。まあチェックということ。チェックするっていうのはどうって言ってるわけよ。だから大事なのは今から仕上げることが大事なわけよ。だから52番は難しいわけよ。be なわけよ。complete が仕上げるなよ。だから finish up が complete になって コールはその後だもん、ね、だからこれが落とし穴だからこれはかなりレベルが高いから上級でないとできないと思うよ気にすることはないねはいそれではねえー、とまずその次のページを見てみようや一緒に読んでみようや、うん、で理解していこう Did you hear that Alex got that post in head office? He was going after. Hey, did you hear that Alex got the post in in his head, in head office? He was going after. Go after. Oimo A few of us are going out after work with him to celebrate. A few of us are going out after work with him to celebrate. Celebrate. Can you come? I have to finish off this report. I have to finish off this report. My boss wants to see it. 一番ににに時まではは終わわるるずだわよ should. フィニッシュに ED がついてるけど前に B B があるるからで終わっていい状態というフィニッシュとは形容詞してて考えかるよね We are going to that new tile restaurant near the office for a meal first. Then we will probably go for a few drinks in the bar on the corner. Then we will probably go for a few drinks in the bar on the corner. Do you know the one? Yeah. Why don't I give you a call? Yeah. Why don't give you a call? Don't I go? Why don't I give you a call? Don't you a don't I? ここで終わった時にそれでコールはに関わる &C See where you are. そしてあなたがどこにいるかを知るチェックするの確かめるのはということで C が確かめるとかチェックするという意味になるということも気をつけてくださいでそういうことをね理解したらねまあ余裕がなかったらねいいんだけども、まあ、600から800を目指すという気持ちのある人はね505152のね答え方の練習俳優になるわけ。 Number 50. Why is the man going out? Hey. To celebrate his colleague Alex, because he got a good post in head office. Number 51. Where will the party start? Oh, it will start a new Thai restaurant near the office, I think. Number 52. What will the woman likely do next? She will most likely finish off her report.off は up でもいいわけ。ね。ということでね、一応、えー、今回のテス,テストというかね、part3 の52番まではやったことになるわけ。だからこれはできれば皆さんもう一回ぐらいやった方がいいと思うね。そうすることによって、だん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 と質問に対して答えていくことが楽しくなります。楽しくなります。期待してますよ。 それではね今度はパート4に入りますよね717273747576はいつものように、えー、と前の日の復習ですからねパート4いつものようにやり方だいたい言っておきますもう分かると思いますけど1人の人が話すトークお話を聞きますよ 3つ,3つの,あの質問に答えことになります。それぞれのトークの中で何を言ってるかについてね。それぞれに対してのベストなアンサーを選んでくださいよ。そこはも訳しません。わか,かりますからね。1>, ね1回しか。 いいですね71 73 refer to the それではいってみましょう聞いてね大体内容をつかんでくださいそしてその質問に答えるんだけどまあ初めはほとんど答えられないでしょうから見てもいいですだから最終的にはねこれが見ないで答えられるようになった時ねあなたは 700から800点台に近づく人でしょうね。そして外国人との会話が楽しくなってくる、そういう,うな感じがします。Attention, please! This is an announcement for all passengers waiting at track 4 for the 5:05 pm commuter link southbound train to Washington, D.C. Due to engine trouble, this train will not be running. All passengers bound for the terminal stop, Union Station in Washington, are asked to go to track 6 where they can board the next Washington Express train leaving at 5:20 p.m. This train will make stops at Philadelphia and Washington only. Passengers wishing to get off at any other station should go to tracks 9 and 10 where staff will direct you to the local trains. Once again, the Commuter Link southbound to Washington D.C. has been canceled. Number 71. Why has the commuter link train been cancelled? It's been cancelled because of engine trouble, mechanic mechanical trouble. Number 72. Which track should passengers heading for Union Station go to? Track 6. To mazit. They should go to track 6. Number 73. What time will the next train to Washington leave? Well, it will leave at 5:20 p.m. At 5:20 p.m. Questions 74 through 76 refer to the following voicemail. Hey Barry, hi, it's Martha. Listen, I have a favor to ask of you. I'm on my way to a meeting at our bank with the manager, Graham Clark, and I just realised I've forgotten to take a copy of the business plan. Could you go into my office and get it? It's in a pink file next to the fax machine. Could you scan it and email it to me? I'll print out a copy from my laptop when I get to the meeting. I can't get back to the office because I'm stuck at the patent office waiting for our copy of the licensing agreement. If they don't hurry up, I will have to arrange for a courier to take it to the meeting. Thanks so much. Number seventy four, who is Graham? Oh, he is a manager, working for Martha's Bank. Martha's Bank's manager, the Number seventy five, how will Martha receive her file? By email. She will receive it by email. <clears throat> Number seventy six. Why can't Martha get the file herself?because ね。because があった方がいい。because she's stuck in the patent office.traffic じゃないよ。s t u c k in the patent office なりまたは she's too busy、ね、waiting for a document. 書類を待ってるから忙しすぎるということでもいいと。このように何かね、自分で外国人が質問した、質問に対してすぐに答えていくという練習をした方がいいと思。と そうすることでねトイックの勉強が本当に身につくと思いますねそれでは71からのところまた <laughs> 1回聞いてねどういうあの内容だったか掴つかんでみましょうね Questions 71 through 73 refer to the following announcement Attention, please. 皆様に申し上げます「This is an announcement for all passengers waiting at track 4 for the 505pm commuter link southbound train To Washington, ここまでやけどね、This is an announcement for all passengers だから、ね、乗客の皆様へのお知らせです。その乗客はどういう乗客かというと、Waiting at track 4、4番線で待っておられる乗客です。何を ?For the 5.05pm commuter link southbound train。だから、5時5分発のですね通勤接続線です。南回りのサウ b バ u ンドの。ワシントン DC へ行く。 というようなことが長い頃言ってるけど、頭から捉えるようにするんです。Trouble, だからこれで、エンジンのトラブルが原因でっていう意味です。Due to engine trouble.This train will not be running. この列車は運行いたしません。All passengers bound for the terminal stop.Terminal s t o p u n i o n Station i n w a s h i n g t o n ワシントンの g t o n Un Union Station っていう最終駅、ね、終着駅へ向かわれる。Bound for. All passengers はです。それが主語です。6番線に行くように求められます。ウェアだから、そしてそこでその方たちは乗ることができます。ボードは列車とか飛行機などに搭乗するとか、まあ、乗車するね。ここはまあ列車だけど。次のワシントン行き急行。 それは5時20分に出るんです。急行ですから止まるのはフィラデルフィアとワシントンだけです。他のいかなる駅でもゲットオフ降りたいなと思っておられる乗客の皆さんはトラックの9か10、ね、だから9番線か8番線に行かれないといけませんよ。 そこではスタッフが駅員がですね皆様をあの、ね、ご案内いたしますねローカルのトレインローカルトレインっていうのは地方の電車とは各駅ストップの電車のことです普通電車もう一度申し上げます 通勤接続南回り線はキャンセルとなりました。ね、運行いたしません。なりました。それじゃあですね、皆さんね、今度聞いてね。できるだけ口の中で一緒にもぐ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 ,もぐと言ってみてください。これがね、シャドーイングって言うんです。これもできるだけやりたいと思いますけどね。シャドーイングです。いいですか? 71。question seventy one through seventy three refer to the following announcement。 attention please. this is an announcement for all passengers waiting at track four for the five o five p m commuter link southbound train to washington d c to due to engine trouble this train will not be running all passengers bound for the terminal stop. Union Station in Washington are asked to go to track 6 where they can board the next Washington Express train leaving at 5:20 p.m. This train will make stops at Philadelphia and Washington only. Passengers wishing to get off at any other station should go to tracks 9 and 10 where staff will direct you to the local trains. Once again, the commuter link southbound to Washington, D.C. has been cancelled. Number 71. Why has the commuter link train been cancelled? Well, because it's been cancelled. Yeah. It's been cancelled because of engine trouble. Number 72. Which track should passengers heading for Union Station go to? Track 6. They should go to track 6. 簡単ですね。はい。何時ですか At 5:20 p.m. It will leave at 5:20 p.m. ですよね。それで、えー、と73まではやりました。言えるようになるまで何回も聞いてやるのも大事ですけどね。じゃあ74,75,76はもう、えっ、ー、と、答えは はいこ言いましたというか答えはいいですよねはいあの747576のところを見てくださいえっ、ー、と今から出しますよ答えを言うやつですよ747576ねはいそうするとですねこれはえっ、ー、と747576を今から出,出しますね「Questions74 through 76 refer to the following voice mail」 Barry? Hi, it's Martha. Listen, I have a favour to ask of you. I'm on my way to a meeting at our bank with the manager Graham Clark, and I just realised I've forgotten to take a copy of the business plan. Could you go into my office and get it? It's in a pink file next to the fax machine. Could you scan it and email it to me? I'll print out a copy from my laptop when I get to the meeting. I can't get back to the office because I'm stuck at the patent office waiting for our copy of the licensing agreement. If they don't hurry up, I will have to arrange for a courier to take it to the meeting. Thanks so much. Number 74. Who is Graham? Martha's Bank's manager. He is a manager working for Martha's Bank. Number 75. How will Martha receive her file? by email ですね。she will receive it by email.number 76.why can't Martha get the file herself?she's stuck in the patent office. まあもちろん because 最初につけてね。はい。というのことですけども、えっ、ー、と、一緒に聞いていきましょうね。いいですかこれまだね、あの、皆さん聞くだけでいいですよ。いいですかとにかく聞く力を備えないといけませんからね。 Questions seventy-four through seventy-six refer to the following voicemail. Barry, hi, it's Martha. Barry, Martha. Listen. I have a favour to ask of you. Favour, I have a favour to ask of you. I'm on my way to a meeting at our bank with the manager, Graham Clark. だから、I'm on my way to だから、どこどこ行く,、まあ、行く途中なのよ。会合へ行く途中なのよ。どこで ?at our bank。私どもが利用している銀行。えっ、ー、と、with the manager、グレアム・クラークという人とのミーティングよ。で、気がついたのよね。今忘れちゃったってこと。コピーを持ってくるの。ビジネスプランの。Could you go into my office and get it? It's in a pink file next to the fax machine. Could you scan it and email it to me? i I'll print out a copy from my laptop. あの、when I get to the meeting. Get、I can't get back to the office, but... 戻れないのよ事務所にはなぜか次が大事。ペイテントオフィスで身動きが取れなくなっているので交通渋滞で身動きが取れなくなってるんじゃないよだから特許庁で身動きが取れなくなってるのよなんでだからライセンシングのアグリーメント契約書のコピ,、まあ、コピーっていうのはこの場合あの機械で写すコピーっていうよりも当本とかのことを,、ね、を受け取るので 時間戸惑ってんの up, だからその人たちっていうか特許庁の人が急いでくれないとねアレンジしなくちゃならないのクーリを宅配便をもうねえ介に持っていくの <so> そうなのってなるわけねそれに対しての答え方なわけだからもう一回それに対して答えてみましょうよそれで終わりましょう頑張ってください Who is Graham? I Martha's Bank's manager. Look at him he is. He's the manager of the Martha's Bank. Number 75. How will Martha receive her file? By email. He, she will receive it by email. Number 76. Why can't Martha get the file herself? She's stuck in the patent office, you それでじゃあ、シャドーイングしてみましょう。聞こえたらすぐ言ってください。私が適当に止めてあげますから、追いつけるように。とにかくベラ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 言ってください。無駄なようなけどもね、それがね、声によって頭に入ってきて、いつの間にか英語の並びが自然に分かるようになるんです。これはシャドーイングですよ。もう誰でもできますよね。次は、ちょっと、ありますよ。 I have a favor to ask of you. I'm on my way to a meeting at our bank with the manager Graham Clark. And I just realized I've forgotten to take a copy of the business plan. Could you go into my office and get it? It's in a pink file next to the fax machine. Could you scan it and email it to me? I'll print out a copy from my laptop when I get to the meeting. I can't get back to the office because I'm stuck at the patent office. Because I Waiting for our copy of the licensing agreement. If they don't hurry up, I will have to arrange for a courier to take it to the meeting. Thanks so much. Questions 74 through 76 refer to the following voicemail. Barry? Hi, it's Martha. Listen, I have a favour to ask of you. I'm on my way to a meeting at our bank with the manager Graham Clark, and I just realised I've forgotten to take a copy of the business plan. Could you go into my office and get it? It's in a pink file next to the fax machine. Could you scan it and email it to me? I'll print out a copy from my laptop when I get to the meeting. I can't get back to the office because I'm stuck at the patent office waiting for our copy of the licensing agreement. If they don't hurry up, I will have to arrange for a courier to take it to the meeting. Thanks so much. Number 74. Who is Graham? Master's banks manager he is the manager of martha's bank. number 75. how will martha receive her file? by email. she will receive it, martha. she will get it by email. number 76. why can't martha get the file herself? because she is stuck in the patent office. martha, she is too busy waiting for Questions 77 through 79 refer to the following announcement はいそれではねいよいよ次のところに行きましょう次のところっていうのは今日の最終ですねですけどその前にいつものように見ましょうはい見てください7777879を見てください Who is the announcement most likely intended for?Intended for 向けられる このアナウンスのお知らせは多分誰に向けられているものですか Who は誰によ。4がついてるから最後に誰。誰が聞いとるかっていうことをね、理解していってわけ。A. Customers with health problems。健康に問題を抱えている、ね、お得意様、ま、お客様、ま。Employees of Bryant Inc. Bryant Inc. というのはな会社の名前の従業員たち。C. Government Scientist. 政府お抱えの科学者たち。The general public。一般的な皆さん、大衆。はい。これ、レベル2です。同じ内容がちょっと言い換え変えられてるから、簡単です。文章じゃないし。78番。What's the problem with that child car seat? これで、the problem に気をつけてください。これでできます。やばい話です。まずい話は何かだけ聞けば、<coughs> 必ずわかります。子供の、あのいわゆる、 car seat, child seat のことです。あ、A は、child, uh, children's と c h i l d fingers can get caught in the plastic fittings.Plastic fittings っいうのは、プラスチックでできたあの付属物のことです。2、get c a u g h t で挟まるです。捕まるだから。子供の指が挟まる可能性がある。プラスチックの付属品に。B、customers complained it. ええ、コンプレインとなってざっと話をされてるなぜなら It is となってるから It is difficult to clean ね、<laughs> 顧客が文句を言ったってちょっと綺麗に掃除するのが難しいとなかなか綺麗にすることができないと See, it doesn't fit in a standard family car そのチャイルドスイートはファミリーカーに <laughs> 標準的なファミリーカー家族の使用の車にフィットしないはまらないぴったり ね、適合しない。で、It's not safe for use in hot condition. 温度の高い状況においてはね、使用することに安全性がない。It's not safe だから安全じゃない。79番。What should customers do? はい。顧客、ね、はどのようなことをすべきであろうか。これもまあちょっと難しい。call the helpline。お助けライン。まあ要するに会社のね、その電話。 By the government. 政府によって用意されている、ねまあ、あのお助け LINE という電話に電話する。B. Get in touch with 何と連絡を取る ?A.Briant Incorporated ショートね、インコーポレーション省略されているけど、Directly to complain 直に文句を言うためにね、Briant Inc. に連絡を取る。C. Take the seat back to the store they bought it from <laughs> えっとそのシートを、ね、戻せ。 それを買った店 D wait for further confirmation of test result さらなる confirmation 確認 of this result, test result テストの結果をさらに確認、ね、できることを待ちなさいということです。Farther confirmation さらなる確認、ね、新しく出てきた新しい確認事項を待ちなさいということですね。これも全部レベル2ですね。 レベル2ということは同じ内容が別の表現になってるぞっていうのを探せばいいんですだから77番は「フー」だから簡単です78はプロブレムだからプロブレムを聞けば簡単です79は「シュッド」しなければいけないということは結局その放送の中で皆さん何々してください何々する方がいいですよっていう文章が出てくるということですただね B78 と79は文章だから 文章を読みながらら聞いたら多分できませんよ自分でキーワードを探すわけです。キーワードをね。はい。そうすると、A は多分ガバメントにでしょう。B はブライアントインクでしょう。それで C はまあ店でしょう。で D はコンファメーションでしょう。ね。さらなる確認事項でしょう。そういったところに目をやって聞けばできますよ。いいですかはい。それではですね。 えともう一つ <laughs> いきますよね7879と次は808182を見てください問題の方ですスクロールして答え見ちゃダメですよちらっと答え見えたらダメもうあの力つかなくなりますよ答えは絶対見ないようにしてくださいね苦しまないとダメですで80番見てください「Who is this talk most likely intended for?」いつものパターンです誰に向けられてますかってこのお話は だから、フーだから。最初でね、誰々が誰に向かって話しているかを聞くだけです。A. The company executives. 会社の役員。B. The branch managers. これは、支店長たち。ブランチのマネージャー、支店長たち。C. The human resources department.Human resources は HR です。すなわち人事部です。人事部。The newly hired staff. 新しく、えー、と雇われた従業員、まあ、職員に向かってかこれは大したことないです頭ですぐ分かりますですけど同じ内容にはなってません、ね、だからレベル2です81番はレベル1のダッシュからレベル2と言ってもいいと思いますけどほとんど同じですね「What does the speaker think?」で「Does the speaker think?」はのけて考えてください何と考えていますかだから「What is the biggest the p r o はいはい With stress に関しての最も大きな問題は何かだから biggest problem この中で話している人が一番気になっていることやばい話それは何かっていうことですでストレスっていうことがあるからこれは精神的な負担のことですよねその中で一番大きなもんだからそれは何で大きな問題なのかっていうことを を分かればね、ABCD のキーワードだけも狙えばいいです。Employees are taking too many sick days. 従業員があまりにも病気休暇の日にちを取りすぎる。Sick days. 病気で休む日のこと。B. e A lot of people are quitting the company.Quit, ストップ辞める。多くの人々が会社を辞めている。Quit って発音します。辞めるって意味です。仕事などを辞めることを Quit って言います。The quality of work being done is falling. クオリティ、資質品質ワーク作業ビングダウンなされているだからな今なされている仕事の質が落ちているフォーリン De third of staff are unhappy with their job a third は3分の1職員の3分の1は今の仕事に、ね、幸せを感じていない面白くないこれも難しいけどもプロ l e ムのビッグは何かということですビッグは何か taking six days のかとか quitting the c o m p のことなのかえっと、クオリティが falling なのかそれから unhappy なのかそういったところを聞くんです82番 What key major does the speaker suggest どのような重要な方策キーとなる方策話しては suggest 提案していますかだから最後にこの女性だと思ったんだけどもその人がですねだから皆さん私はね これを提案しますっていうことを言うわけよ。そこにはいくつかあるわけ。提案してるわけ。それは何かってわけ。A. Changing the interior design of the workplace. 職場のね、インテリアのデザインを変える。B. Cutting all middle level management positions. すべてのね、中間管理職のポストをカット。切るって。<laughs> ちょっとね、削減するって。C. Increasing the amount of paid vacation. 有給休暇、paid だから。 有給休暇の量を減ら増加増やすごめんなさい減らすね。次 D doubling the level of overtime pay はいオーバータムペイ残業支払いの金額ねまあ残業代のレベルを2倍にするってまあ嬉しい話やけどね。だからキーメジャーは何かということを聞かないといけないということになるわけ。はいということでね皆さんは聞いてやってみてください行きますよ。

20, 21, 22, 23, 24. Questions 77 through 79 refer to the following announcement. The government today announced it was ordering Bryant Incorporated to recall all Model 3500 child car seats. After several complaints from customers about a strange smell, independent tests revealed that when heated to a temperature above 60 degrees, the plastic fittings released a small amount of benzene. Benzene is a chemical which can cause breathing problems if there is long-term exposure. Anyone concerned about using these car seats is advised to return the product to the retailer from which they purchased it. Number 77. Who is the announcement most likely intended for? It's you, Number 78. What is the problem with the child car seat? Number 79. What should customers do? Questions 80 through 82 refer to the following talk. At today's board meeting, I want to talk about stress in the workplace and how it can lead to high staff turnover. We have noticed an increasing number of staff are leaving due to illness brought on by stress. In the past three years, we've seen the budget for hiring and training almost double. To combat this, I propose implementing several key strategies a strictly enforced overtime ban. Redesigning the offices to make them more comfortable to work in, and running some workshops for mid level managers on improving communication with their staff. Number 80. Who is this talk most likely intended for? Number 81. What does the speaker think is the biggest problem with stress? はい、七十七番 D です。七十八番 D です。D、D と来ました。七十九番 C です。いいですか？それで八十番いきますよ A です。八十一番 B です。八十二番 A です。はい、ちょっと難しいのもありますから。 6問中4問できたらいいですけど3問の場合もあるかもしれませんね2問もあるかもしれませんちょっと難しいとこもありましたね77番からねじゃあ聞きながらやってみましょうどこでこれが D の一般大衆であるということが分かるかです本文は全部聞こえなくてもいいんです大体でいいですいきますよクエスチョン77 through79 refer to the following announcement 政府が今日ね、声明を発表したというのは、政府がものを言うんだから、聞くのはみんなでしょ。だからこれだけですぐ D っていうとかわからないといけません、ね、政府が It だから、It was ordering、命令したって、b r y a n t Incorporated いう b r y a n t 社に、何を ?to recall すること、回収することリコール。ね。何を はい、えー、3500形式のですねチャイルドカーシートをね全部リコールするようにと命じただけどこれはね会社に命じたっていうふうに取るよりもということを発表しただからこれは大衆に言ってますこれですよいくつかのコンプレイントまあ,あの不平不満です カスタマーズからの。で、で聞こえたでしょ。だから変な匂いに関係があるそれぞれのテストがねあの、明らかにしたことによるとっていうのは意味なんですけどねががががはいここでしょはいすなわち「whenheated to temperature above 60 degrees」だから六十度っていうのはこれは歌詞でしょうね カシ60度ぐらいに熱せられるとですね、えー、とどうなるかというとプラスティックのフィッティング付属物がですねリリース出したってわけ放出したってわけスモールアマントベンジンベンジンを少量ベンジンが気化してできたわけベンジンがそのブリーディング呼吸の問題に原因となる引き起こす化学物質なんや。 If there is exposure. だからもし長いことそれにさらされると、expose っというのはさらすということ。ここで、リターンというのが出たよね。anyone concerned about, using the,、uh, concerned about using these car concerned 人人 using ここれららのーーを使っっててているる、ね、るとににに対して気になっている人なら誰でもね to, to 以下するようにまあ リテイラーよ、ええか the from which they it. それを買ったリテイラーにとなっているわけです。だから78番の,あのプロブレムということはね、とにかく臭いにおい,、えー、とにおいでその匂いが危ないということをかんが聞こえればええわけ。A はいたあの怪我じゃないから A はダメ。それでクリーンもダメ。C はスタンダードのファミリーカー,カーに合わないとも関係ない。 だから安全でない人間の体に良くないのが D になるわけ。それで79番はどうしたらいいかというのは一番最後のところで持っていったらいいじゃないかというわけ。じゃあ見てください。q u e s t i o n s e n t t h r o u g h n o refer to the following announcement: The government today announced it was ordering Bryant Incorporated. To recall all model thirty five hundred child car seats. To recall all model thirty five hundred child car seats. After several complaints from customers about a strange smell after several complaints from customers about a strange smell the na niyoito. No complaint no Independent tests revealed that when heated to a temperature above 60 degrees, the plastic fittings released a small amount of benzene. Okama chotto nagai kedo.それぞれのテスト independent tests revealed revealed明らかにした that digo that type when it is show you excited when heated to a temperature above 60 degrees. 60度は接種かねやっぱり。60度だったらかなり暑いからね。 摂取でしょうね、60度ぐらいいい以上になった時に、ね、the plastic filling released a small amount of benzene.Benzene、ねね、ben is a chemical which can cause breathing problems.Benzene is a chemical which can cause breathing problems.If there is long term exposure, if there is long term exposure, if there is long term exposure, Anyone concerned about using these car seats anyone concerned about using these car seats is advised to return the product to the retailer is advised to return the product to the retailer from which they purchased it from which they purchased it. Which they purchased it a. Purchase it. Purchase it. Purchase it. Questions 77 through 79 refer to the following announcement. The government today announced it was ordering Bryant Incorporated to recall all Model 3500 child car seats. After several complaints from customers about a strange smell, independent tests revealed that when heated to a temperature above 60 degrees, the plastic fittings released a small amount of benzene. Benzene is a chemical which can cause breathing problems if there is long term exposure. Anyone concerned about using these car seats is advised to return the product to the retailer from which they purchased it. Questions 77 through 79 refer to the following announcement. The government today announced. Was ordering Bryant Incorporated to recall all Model 3500 child car seats. After several complaints from customers about a strange smell, independent tests revealed that when heated to a temperature above 60 degrees, the plastic fittings released a small amount of benzene. Benzene is a chemical which can cause breathing problems if there is long term exposure. Anyone concerned about using these car seats is advised to return the product to the retailer from which they purchased it. Number seventy-seven. Who is the announcement most likely intended for? It's most likely intended for the people who bought the child car seat. Number seventy eight. What is the problem with the child car seat? the problem is that the problem is that it's not safe for use in hot conditions. Number seventy nine. What should customers do? They should return the product to the store they bought it from. Katatokoran Modose. はい、これは、えー、と答えは A、B、A だったんですけどもまずですね誰がじゃなくて誰に話が向けられているかですよねディストークって Who is this talk ってなってるからディストークは主語ですからだから Who は誰がじゃなくて誰にだね、はい、向けられているかだから話している人は誰に話しているかそれがどこで分かるか聞いてみましょう At 今日の役員会でって言ってるんだからこの女の人多分上の人よね役員に言ってる話したいのよね職場におけるストレスについてそしてそれがねどのようにいかにね lead to 何々に至る何々をもたらす High staff turnover ということ高い離職率をもたらすか、まあ、スタッフ turnover ーー転職率だけど、まあ、結局はターンオーバーっ転職だけど まあ、離職率のことになるけど転職率でもいいだけどこのここは分からんでもいいこれで女社長が役員に話しかけてるってことが分かるはずだから A でねないといけないこれがポッタリだよね私たちは気が付いてきていると増加する数にスタッフのリービングをやめるじゃない病気のせいで。 ストレスによってもたらされたっていうことだから、八十一番はやめてるっていうことは一番問題。会社の人がどんどん辞めるっていうことが問題なわけ。それがね、だから B が答えなきゃ。Years, この三年間、見てきましたね予算を。何の予算？雇ったり訓練したりする予算。それが。 Double, ほとんど2倍になってきたのを見てきましたねって言ってる難しい表現やねはいだから81番は結局ねもういかにねその雇って訓練するかなんだけどどん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 人が辞めていってるっちゅうわけや、はい、それで82番でキーメジャーです重要な対策のことよえ to <combat> this. これと戦うためにってことはコンバートと戦う ここに出て,くる出てくるはず。私は提案します。インプリメントはもちろん、あの、なんていうのかな、<laughs> えっとあの、実施すること、インプリメントすること、行うこと、セブラルキーメジャーでね、実施、いくつかの、えー、キーとなるストラッチ、戦略を、インプリメントする。これが一つ。厳しくインフォ

ワークショップ研修会を行うミッドレベルマネージャーズから中間管理職のオン以下に関してのスタッフとのコミュニケーションを改善する、ね、中間管理職の人意外と下の人と話できんじゃないかっていうようなこと言ってるわけだから80番は当然 A これは簡単なわけ81番はねクイッティングのクイッドが分かれば絶対これが分かる で82番はいろいろあるんだけども A が同じ内容を別の表現しているインテリアデザインを変えるっていうのがディデザインになるわけで B と C と D のカットはないしペイドゥないしダブルがないということが分かれば A になるわけだけどまあ難しいわねはい見てくださいそれでは次のページの解説のところを見ましょう「Questions80 through82 refer to the following talk」At today's board meeting 今日の役員会におきましてボードは役員の大きなテーブルを指す。u r ンオーバーというのはひっくり返ることだからね転職って訳していいと思う。高いスタッフの転職率、リードとは何々に導くじゃなくて何々に至る。 だから何々の原因となるという意味となる。だから高い転職率へつながる。どのようにしてつながる可能性があるかということについて話したいいわけ We have noticed an increasing number of staff are leaving.We、はい、have noticed an increasing number.、ね、どんどん増えている数 of staff が leaving.Due、ね、leaving to illness brought on by stress.Due to illness, 病気によって。 Brought on, on もたらされているバイストレスによってねだからアンインクリーシングナンバーオブスタッフが主語どん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 増えているスタッフが離れているということは次第に多くのスタッフが辞めていっているということに気づいているというわけよねんん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 ん で、A の、A が B するのみで、B はね、almost double よ。目的語はね、the budget for hiring and training。ここで切るよ。雇用と研修のための予算がほとんど、もう2倍近くにもなってるのは気が付いてるいう <combat> だから、これはね、意見からね、これをね、まあ、戦うということをコンバット。ためには。 I propose implementing several key strategies.Propose は提言する。Implement というのは、まあ、あの設置するとかね。いう意味。まあ、ここだったら実施していくしたらいいと思う。いくつかの key strategy を実施する。Implement。実施するという動詞が一番いいね。Implement。で、名はインプリメンテーシアは Implementation。はい。A strictly enforced overtime ban?Strictly はあの厳しく。Imforce は厳しく。 無理やりさせるの EDK だからインフォースを就職するからストリクトの D の副詞になってるオーバータイムズ弁・ベンオーバータイムズというのはこの場合はオーバータイムワークの音を指してるだから残業でベンを気をつけてこれ「あ」がついてるから禁止案禁止策ベンは禁止っていう意味どうしもある r e d e s THE o f f i c e s TO MAKE THEM MORE COMFORTABLE TO WORK IN ここを気をつけて、run に走らせるじゃない、ら走らせるというイメージだけど、ワークショップを走らせるということはワークショップを運営する、行うということ、フォイカのための、ミッドレボルマネージャーズ、中間管理職、フォイカの監視の上で、だからコミュニケーションをインプローブする、ね、その,の部下との、ということのためにっていうことになってるわけよ。それが Uh, 4の80, 81, Questions 80 through 82 refer to the following talk. At today's board meeting, I want to talk about stress in the workplace and how it can lead to high staff turnover. We have noticed an increasing number of staff are leaving due to illness brought on by stress. In the past three years, We've seen the budget for hiring and training almost double. To combat this, I propose implementing several key strategies a strictly enforced overtime ban, redesigning the offices to make them more comfortable to work in, and running some workshops for mid level managers on improving communication with their staff. I Questions 80 through 82 refer to the following talk. At today's board At today's meeting, board. I want to talk about stress in the workplace and how it can lead to high staff turnover. We have noticed an increasing number of staff are leaving due to illness brought on by stress. In the past three years, we've seen the budget for hiring and training almost double. To combat this, i propose implementing several key strategies a strictly enforced overtime ban redesigning the offices to make them more comfortable to work in and running some workshops for mid-level managers on improving communication with their staff number 80 who is this talk most likely intended for it is most likely intended for the board members. Number 81. What does the speaker think is the biggest problem with stress? He thinks the biggest problem is that more and more people are quitting the company to start. Number 82. Ne? What key measure does the speaker suggest? He suggests that. They the to be more questions eighty three、ね、through eighty five refer はい、それでこれはちょっと難しいんですけどね。はい、彼が提案しているというか彼女でしょうけどね。She s u g g e s t s that they should redesign the offices to be more comfortable to work in でしたけど、これはまあちょっと難しいですよね。To make it more comfortable というような形を言ってもいいと思います。Redesign しているということ。 そういったことが、まあ、練習なんですよねそれではね、えー、と今日の2日目を終わりましょうね。で次は3日目ですけども3日目にはですね2日目までの内容が増えますよ。雪だるま方式ですから面倒くさいですよ。今日はねこれで2時間6分かかりましたから皆さんは多分ねパート2が終わったところで休憩したらいいですよ。 で、パート3とパート4やるという感じで、1時間1時間ぐらいで、そういう練習をしてね、進んでください。そしてね、できれば、また終わったらもう一回やるが大事じゃないですかね。そして、クイックリスポンスがね、スムーズにできるようになったときにね、あなたはね、リスニング力がものすごく伸びてますよ。いいですね。だから、本番の時には必ず先読みして待ち伏せ。いいですね。それから、練習の時にはね、 質問に答えるクイックに答える練習その二刀流でいくといいと思いますそれが英語強くなる秘訣ですよねそれでは二、えー、日目を終了いたします